1956年の F1 世界選手権1956年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第7回大会である。1月22日のアルゼンチンで開幕し、9月2日のイタリアにおける最終戦まで全8戦で争われた。ファンマヌエル・ファンジオが3連覇、自身4度目のタイトルを獲得した。メルセデス・ベンツが撤退し、 ファンジオはタイトルと共にフェラーリに移籍した。フェラーリはランチア D50 を入手し、ファンジオ、エウジェニオ・カステロッティ、ルイジ・ムッソ、ピーター・コリンズのラインナップで強力なチームを作り上げた。開幕戦でファンジオは自身の車が故障した後、ムッソの車を借りてこのレースに勝利した。コリンズとファンジオのメルセデス時代のチームメイトであり、マセラティをドライブする。 スターリング・モスが、カンジオのタイトル防衛に立ちはだかり、それぞれ2勝を挙げた。シーズン序盤、イギリスのコンノーと、バンウォール、BRM もそのポテンシャルを示した。最終戦、ファンジオは、コリンズと、マセラティオ・カルジャン・ベーラに対して8ポイントの差をつけて、リードしていた。コリンズ及びベーラが、ファステストラップで優勝しない限り、カンジオのタイトルは確実なものとなっていた。 ファンジオとベイラがリタイアし、ムッソは自分の車をファンジオに貸し与えることを望まなかったため、コリンズにとってタイトル獲得のチャンスが与えられた。しかしながらコリンズはファンジオに自らの車を貸し与え、最終戦を2位、シーズンランキング3位で終えた。ポイントは1位から順に5位まで8から6から4から3から2が与えられた。 ファステストラップを記録したドライバーにもポイントが与えられた。ベスト5000がポイントランキングに数えられた。ありがとうございます。